よろしくお願いします。お願いします。今日どうされましたか？ちょっと腰が痛いのと、はい、ほぐしてほしいというか、はい、ちょっと疲れを取っていただけたらと。どこが疲れてますか？背中とかですかね。背中腰ちょっとお願いできたらと。が特に気になるんですね。はい。足はいいんですか？足はそんなに。あ、そうですか。疲れてないのかな。疲れてる、まあ足も一応、じゃあお願いします。はい。痛いですよね。痛い足いつも張ってますよね。そうです。はい。はい、痛いですね。はい。まあ。おお。お。右ばっかなんかボキボキになりますね。ああ、右の方が何なんですか。疲れてるとかそういうのなんですか。なんか。こわばってるのかもしれないですね、足指。あ、ももの痛みはどうですか、右と左で。右の方が痛かったです。そうですよね。はい。なんか右の方が、なんか多分あれですよね、右の方がガニ股強くないですか。あ、そうなんですかね。なんかそういう風に見えますね。あ、右の方が、まあ、うん、よく使ってるというか。いやいやいや、右の方が老廃物が多いってことだから、うん、でガニ股になってるってことだから、うん、使われ方が偏ってるというか。あ、こっち足に重心が来ちゃってんじゃないですか。はいはい。そういうことなんですね。あんまり意識してなかったですけどね。うん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 。多分こっちの方が引き足というか、はいはい、動きやすい足、いろんな動き方をする方、まっすぐに近い方、はいはいはい、前半の方が癖が強いくて、まあ使い方が偏ってる。どちらかというと動かしてない側。今だってこっちの方が寝ちゃってますもん。あ、なんか歩いてる時も多分右足の方がこう外に蹴ってますね。はいはい。そういう風潮があると風潮そういう傾向が。傾向ですね。はい。ちょっと知ったが知ってしまいましたねそうですね。あ、だからあれですよ、やりませんでしたっけ。やりましたっけ。逆にした方がいいんですよ、外旋してるわけだから。あ、なるほど、内股にみたいな。はい、これでこうなっちゃうから、これにしてこういうことですね。息止めないでください。これでちょっと10秒ぐらい。
ていうことですね。はい。うん。一応バランスでこちらもやります。はい。なんか本当はこれ家でもやった方がいいです。自分でも座ってる時とか。反対の方に。これちょっと。なんで？ちょっとガッてやられてる、もうちょっとうわっ折れそうです。そう折れないです。すげえこれ怖いっすね、結構ね。そうですか。うん。なんかどっか痛いですか？痛いとこは特にないです。はい。痛いはないけど。はい。なんかすごい大事なとこ握られてる感じです。あ、じゃあなんか弱いんじゃないですか、そっちが。ああ、足がちょっとあれなんですかね。うん。弱いですか。腰か足か。あ、はいはい。なんかこう要は不安定になってる場所があって、それが怖いって感じになるんじゃないですか。まあ、それだけちょっと悪いとこがあるってことだと思いますよ。バランスはその悪いかもしれない、その。そうですよ。はい、体のバランスっていうのは。別に今危険なことはやってないですよ。はいはい。そうなんですね。もうあれじゃないですか。ちょっと緩んでるから、これはさっきより痛くないんじゃないですか。痛くないです。はい。なんか状態が悪い人は結構怖がりますよ。あ、もっと悪い人ってことですか。いや、もっと悪くなくても、その今みたいにこういう体勢が怖いとか、こういう動作が怖いとか、別に普段自分では気になってないんですけど、やられた時になんか嫌がるっていうか、ありますね。いいね。いった。こっちの方が痛いんじゃないですか。肩甲骨が多分こっちの方が痛い。こっちの方が肩甲骨が硬いです。あ、動きが癒着してるの。こっちが行かないですね。あ、痛い。行かないですね。あ、ここガチガチですね。痛い痛い。ここ硬い。置いといてください。はい、ちょっと叩きますよ。はい。多分右手の方がよく前に出してるんじゃないですか。そうかもしれない。右の方がこう前に出てる姿勢が、はい、そういうのかもしれない。全体的にというか。そうですよね。はい。だからこの右の胸の筋肉の方が縮んでて、痛い。痛い。あの前の方にずれてきてるんですね。ああ。それでくっついちゃってるんですよ。あんまり多分動かし、肩回すようなことないでしょ。はい。だからですね。いった。体が硬いんですね。はい。やる動作が少ない。その影響もあるかもしれないですね、下半身の方も。ああ、なるほど。まあ、少しずつ影響がそうですね、ってると。そうですね、うん。右上半身がちょっと前、右前になんか斜めにひねられてるような状況になってるのかもしれませんね。ですけど、ちょっと靴したらいいですか。いいですよ。なんか脱ぎたくなりました。脱ぎたくなります。ズボンとかも、はい、その脱ぎたくなりますね。ここそうなんですか。なんかそう全身をこう、多分そっちの方がこう楽にしたくなるみたいな。なんかそういう意味、そう。ああ、なるほど。なんかそう気がふわってなる感じが。ああ。こっちはそんな痛くないじゃないですか。そんな痛くないです。くすぐったいぐらいな感じです。え、ちょっと痛い。痛い。あ、でもくすぐったいのは良くないんですよ。ああ。
んか使わないっすよ、そこの筋肉は。まあそうですね、意識的にしないと、うん、後ろに伸ばすとかね。でもそんな痛くないじゃないですか、右に比べると。もうちょっと痛いぐらいな。はい、痛くないよね。結構だってこっちの方が柔らかいです。痛くないわけではないですけど。まあそうですね。痛いけど顔が赤い右ほどじゃないじゃないですか。痛いですか。痛いです。肩の力を抜いた方がいいですよ。はい、すごいこの肩幅が結構狭くなってますよね。うんうん、耳と肩の距離が詰まってるし、うんうん。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。シェアですとかコメントもいただけると嬉しいです。See you!